ちは、ゆかです。本日も動画見ていただきありがとうございます。本日も前回に引き続きおうちのことについてお話ししていきます。で、今日するお話なんですが、コンセントの交換ポイントのお話をしていきたいと思います。はい、後悔なのでイエイではないんですが、前回の動画では我が家のコンセントどこについてるかっていうのを全てご紹介したんですけれども、今回の動画ではそのコンセントつけた場所が良かったのか悪かったのか、まあ今日は悪かったこと、後悔してることをお話ししていこうかなと思います。この家に引っ越してきてもう1年半経ったんですけれども、まあ、住んでみて感じることがいろいろ出てきたので、今からお家を計画されている方に向けてお話ししていこうと思います。よかったら最後まで見てください。では早速紹介していくんですが、まず一つ目は、ガレージなんですけれども、今はガレージに3箇所コンセントがついてまして、で、私はガレージであんまり何かをするっていうことはないので、これはナオくんの意見になるんですけれども、ナオくんは4箇所欲しかったと言ってました。見てもらったら分かると思うんですけど、我が家のガレージってもう壁という壁に棚とか作業テーブルとか、あとまあ最近ではロフトを作ったんですけど、3箇所じゃ足りないっていうことでした。それぞれの棚に照明とかつけたりとか、2台分のガレージで広いので、なのでガレージの四隅にコンセントが欲しかったっていうのがナオくんの意見です。ガレージで何かをするってなったら、やっぱり DIY とか、まあ、車を磨いたりとか、まあ、いろいろ照明に使ったりとかっていうので、コンセントを使ってるので、やっぱり3箇所じゃ全然足りないっていうことでした。では続いて2つ目はワークデスクの上にコンセントが欲しかったです。ワークデスクっていうのはダイニングの後ろのデスクなんですけど、ここの机は、まあ、割と最近作った机になるんですが、家作りをしている時の打ち合わせでは、ここに、まあ、机を置くか、まあ、はっきりしていなくって、多分机を置くかなと思って、このね、下にコンセントをつけたんですけど、下じゃなくって、まあ、テーブルなら高さに合わせて上の位置にコンセントが欲しかったなっていうふうに思いました。家の打ち合わせしてる時は、まあ、テーブルかもしくは棚とか飾り棚にしようか、まだ決まっていなかったので、まあ、とりあえず1つは必要だろうっていうことで、ここの下に1つつけたんですけど、まあ、結局テーブルにしたので上にはコンセントがないため、下から今引っ張ってきている状態になります。で、この延長コードのコンセントを使って携帯の充電をしたり、あとはカメラの充電をしたり、あとワークランプを使ったりしてるんですけど、下から引っ張ってくることによってこの配線もちょっとごちゃごちゃしてしまうっていうところでちょっと後悔しています。続いて3つ目は小上がりの奥の収納の中に1つはコンセントは欲しかったです。うちの小上がりの奥の収納、すごい大きい収納があるんですけど、その中に1つもコンセントがないんです。で、家の打ち合わせするときは特に、まあ、ここで何かを充電することってないだろうって思っていたんですけど、先ほど話したワークデスク の、 あの延長コードのコンセントで、カメラの充電とかしたりしてるって言ってたんですけど、ここって結構もうリビング入ってすぐ見えるところなので、常に充電をしておきたくないところになるんですよ。なので、
収納に一つコンセントがあれば充電系を全部そっちに回すことができるので、そこに一つ欲しかったなっていうことです。スマホの充電とかはリビングから近い場所で充電したいっていう気持ちはあるんですけど、カメラとかあとはワイヤレスのイヤホンとかそういう充電は基本的に隠したい充電になるので、リビングがごちゃごちゃしないようにちょっと収納で充電できたらよかったなって思いました。続いて4つ目は、冷蔵庫のコンセントの位置です。我が家の冷蔵庫はなるべく冷蔵庫を目立たせたいっていうことで、もうリビング入ってすぐ見える位置に冷蔵庫があるんですけど、コンセントも冷蔵庫の少し上についているので正面から見た時に見える位置にコンセントがついています。で、見える位置なのであまり目立たないようにパナソニックのアドバンスシリーズのコンセントにしたんですけれども、横にちょっと出っ張りっていうか壁があるので、もし可能であればそっちのサイドにコンセントをつけることができたらあんまり目立たなかったし、オプションでアドバンスシリーズのコンセントにする必要もなかったかなってちょっと思いました。結構冷蔵庫のコンセントって意外と目立つので、そういうところも少し考えればよかったかなって思いました。続いて5つ目はルンバ基地を作らなかったことです。この家の打ち合わせをする前はルンバは必要ないと思っていたんですけれども、あれば便利かなと思って、でロボット掃除機を、お試しで買ってみたんですけれども、結構よくてそれがなので今まではロボット掃除機必要ない派やったんですけど、必要派にちょっと動いてて、ただもともと必要ない派やったからルンバ基地はもう必要ないと思って作らなかったんです。でもいざ欲しいってなった時に作っておけばよかったかなって思いました。ルンバ基地作るとしたら、洗面の下の空間が空いているのでそこに作るか、もしくは小上がりの段差のところに作ってある収納を一つ潰して、ここの空間にルンバ基地用にここにコンセントをつければよかったかなって思いました。で、我が家はそのルンバ基地がないので、以前ロボット掃除機を買った時はリビングにむき出しの状態で置いていました。それはちょっと不格好なのでルンバ基地作っとけばよかったなって後悔してます。続いて6個目は吹き抜けの窓にコンセントをつければよかったなって思いました。これは何かっていうと電動カーテン用のコンセントなんです。今のうちの吹き抜けはもうカーテンも何もない状態で空が見える吹き抜けの窓なんですけど、ここにコンセントをつけておけば電動カーテンをつけるときに電源を引っ張ってこれるっていうことになるんですが、もう我が家はカーテンつけませんっていうことをきっぱり言いましてつけなかったんです。ただ、うちの土地ってものすごく日当たりがよくって、ここのねリビングでくつろいでると、今の季節だと朝のね10時ぐらいから、12時過ぎぐらいまでの間はのここのリビング、その大きい窓から直接こう光が入ってめちゃめちゃ暑いんですで、しかもこの真夏で直接日が当たるので、電動カーテン用にコンセントをつけておけばよかったなって後悔してます。カーテンつけるかつけないかは住んでから考えるとして、コンセントだけでもつけておけばよかったなって思いました。
続いて7個目はランドリールーム、壁掛けサーキュレーター用にコンセントつけておけばよかったなと思いました。我が家のランドリールームのコンセントは腰壁側に1つあって、でそこからサーキュレーターのコンセントを引っ張ってきてるんですけど、まあ、もう常にサーキュレーターは置いているので、掃除をするときに床に直置きなので、このサーキュレーターを1回持ち上げて、で配線とかも持ち上げて掃除機をかけてるんです。まあ、これは別にまあちょっとの手間なんですけど、これが毎回ってなるとちょっとプチストレスで、サーキュレーターも年中置いておくものになるので、それやったら壁掛け用のサーキュレーターを想定して壁側を高い位置から設置できるようにコンセントをつけておけばよかったなって思いました。掃除機をかけるときにちょっと困るっていう意味で後悔してます。最後になりましたが、8個目は寝室のコンセントの高さです。我が家の寝室のコンセントは2箇所あるんですけど、ベッドの頭が来る位置に割とこう必要だと思うんですけど、コンセントの高さが低いもんで、マトレスを置いた時と同じぐらいの高さになるので、ベッドが壁付けできないっていう状況になっています。ベッドより少し高ければ壁付けできたりとかできるんですけど、微妙な隙間が空いてしまうのが少し気になります。大体の高さは想像できたはずなんですけど、全く高さのことを気にしていなくってそういう状態になってしまいました。ベッドの高さをあらかじめ分かった上で、それよりも少し上の位置でコンセントをつけておけばよかったなって思います。以上が我が家のコンセントの公開ポイント8個ありましたが、いかがでしたでしょうか。なかなかコンセントってほとんどの人が公開ポイントにあげるっていうぐらい後悔してる人が多いので、私たちも配線の打ち合わせをする前にめちゃめちゃ考えたんです。いろいろシミュレーションした上で決めたはずやのに、住んでみたらやっぱりいろいろ思うことはありました。今見てらっしゃる方も住んでみたらもしかしたら後悔しちゃったっていうことが出てくるかもしれないんですが、この動画は参考例として見ていただけると嬉しいです。見た動画に関しては多分同じ失敗はないとは思うんですが、よかったら私たちの動画も参考にしてみてください。やっぱり今思うと結構こうしておけばよかったなっていう、私なりにちょっと考えてみたんですけど、コンセントはやっぱり少ないより多い方が絶対にいいと思います。あとあとコンセントを増やすってなったらお金かかってくるし、工事も大変やし、それだけ、ちょっと時間もかかるしっていうので、めんどくさいので、最初になるべく多く、必要かなどうかなって思う悩んでるぐらいやったらつけといた方がいいと思います。つけすぎも良くないと思うんですけどね。はい、であとは各収納に一つは絶対コンセント必要やなって思いました。我が家の収納で、コンセントがついてないのがさっき言った小上がりの奥の収納になるんですけど、それ以外は全部ついてるんです。収納の中にも絶対コンセント一つは必要だなって思いました。私が一番後悔してるのは家具の配置をそんなに細かく決めていなかったことがちょっと後悔してます。さっき言ってたワークデスクとか寝室もそうなんですけど、寝室のベッドの向きを、こっちでもいけるしこっちでもいけるしって考えてたんですけど、はっきりと
向きにしたいっていうのを決めていなかったので、コンセントも大体ここでいっかって感じで思って決めたので、ちょっと後悔してます。今家具が何も置いていない子供部屋にする予定の部屋のコンセントは、多分子供が部屋を使う時に公開ポイントに上がるだろうなって思っています。あとはコンセントの、色とかデザインもしっかり決めておいた方がいいかなと思いました。我が家のコンセントはパナソニックのアドバンスシリーズと同じくパナソニックのコスモシリーズを使っているんですけれども、この辺はうまいこと使い分けができたかなって思っています。ただ、そのデザインもちょっと気を抜いてしまうと公開ポイントになっていたかもしれないなって思いました。これは絶対してほしいなと思うんですけど、新居で使うであろう家電をリストアップしておくこと、どこで何を使うかっていうのが決まっていないと、コンセントの数もそのコンセントの口数も決まらないっていうか、足りないってことになったりするので、多分みんなしてると思うんですが、必ずしておいた方がいいと思いました。なので今言った私のこの後悔をした経験を踏まえて、できれば後悔のないコンセント計画、配線計画をしていただきたいなと思いますので、この動画がためになったという方はフォローボタンを押してください。でまたお家のことをお話ししていきたいなと思うので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日は以上となりますので、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。